杉本正美九州大学名誉教授。旧九,九州芸術工科大学名誉教授。神戸芸術工科大学名誉教授。同大学では、環境デザイン学科主任、大学院を担当した。滋賀県出身、農学博士。専門分野は、ランドスケープデザイン、景観計画、緑地計画。棟方市史跡保存管理推進委員会委員、神戸市公園緑地審議会委員。 大阪府立大学農学部園芸学科卒業、同大学大学院修士課程を中退し、以降は、カナダレスブリッジ市役所勤務を経て1972年、大阪府立大学農学部助教授。1983年、九州芸術工科、大学芸術工学部、九州大学大学院芸術工学研究院、教授。カリフォルニア大学バークレー校客員研究員を経て、 2000年、神戸芸術工科大学環境デザイン学部教授。以降現在に至る。諏訪山公園、ビーナステラス愛の鍵モニュメント、伊東図の森公園、高路間跡整備、都市計画道路城内線西の五門橋周辺整備、福岡県、水木跡整備事業、日課有効日本庭園策定などにも関わる。平成4年度公益社団法人日本、造園学会関西支部長。 平成19年度日本造園学会、上原刑事賞受賞。ありがとうございます。